はい、ザ・ペデストリアン鈴木です。左2箇所はクリア済み。こっち何あれ、アンテナ、まあ、よくわかりませんが行ってみよう。さあ脳みそ使うぞ。お、これ絶対あかんやつ。これどうする、え、これ積んでない、おうか。来た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 。こうだ。え？ほっ。あ。あよっ。あどん。はーい。よっ。ここで停止。え？これつけたらダメ。離したらいいか。ほっ。今大丈夫？ほっ。ほっ。今ここ。つける。違う。こっち。どうすりゃいいんだ。これはこのままでいいわ。ほい、よっしゃー、へいへいへい、いけるもんだね。邪魔くせえなこれ。こうだっけ、オッケーで、こうだっけ、よいしょ。さーて上だな。え？ああ、そういうこと。またこっからですか。やばい、これはめんどくさい。ほっ。やばいぞ、このゲームにして一番難しいかもしれない。難しいというか一番めんどくさいかもしれない。ほっ、よいしょ。ここはいらないんだ。はい。よいしょ。お、オッケー。お、いや。さあ、こっからだ。気をつけろ。気をつけろ、俺。俺、気をつけろ。レーザーやろ？もう上しか関係ないよな、これ。おっ、はっ。よっ。取れた。オッケー。で、ちょっと置いといて。え、どうや。これでどうや。レーザーも阻まれたら無意味だの。あ、ゲット、やったー、いけたー、やったー。はい、戻ってきました。次、下か。鍵？鍵をゲットしなきゃいけないのか。はい、出てきました。ここ下降りられるよね。よかった。レーザーがあるからやばいよ、と。積んだ。はい、おかえりなさい。こ、引くことは いらないな。これで、はんはんはん。じゃあこれをこっちに持ってきてだ。落とせるようにしといて落とす。おっ、よし。レーザーをカッティングするために落とす。慎重に降りる。カッティング、あ、なんで死んだの。動かしたらいけんかった。なんで死んだの。よいしょ、んー、よいしょ。持ててなかったんだ。ここら辺だろ。オッケー。さて、お、これどうしたらいいんだ。なんで2つあんの。まあいいか、こっち行こう。
なんかうちの犬が俺の背後で変なムーブをして、どうした、なんだ、ええなんで、なんだ、うん、わかったわかった、最近なんかやたらとこのなんだろう、俺の脇をこじ開けて、なんだろう、なんか動くんだよな。オッケー、開いた。久しぶりに背景とどか一緒になってんな、動きが。うおー、こいつはまた大変そうだな、どうしよう、どうしようね。ん、動けないでしょこれ。ああけど一個ずつ枠は決めてくれてるから、その分ありがてえな。とりあえずここに移動しないことにはどこにも行けないから、こっからどこに行くかだ。これ電気つながってない。つけることもできないのこれ。え、どないせい言うの、これは自由に動かないのね。うん、これはここしよう、これはどこしよう。いやー大いに謎だな。ん、とりあえずこれ、これとここってつながるのか。これはつながるか。ただまあ入る意味がないからこっちかな。こんなとこにあったこれ、どうしよう。あ、わかったわかった、これ機械動くんだ。ああ、動かすためにどうするよ。まずこれだ。で、ここでこれをゲットする。で、つなぐか。とりあえずつないでみよう。はい。まあ、つないでみてどういう動きをするかだよな、まずは。いろいろ試してみないとわからん。とりあえずここの電源をこっちに持ってこなきゃいけないでしょ。そうなるよね、知ってたよ。で、これはとりあえず置いといて、こっから移動できるのはここのみ。今のうちにこれを避難させときゃいいってこと？これ。いや、ちょっと違うな。こっからどう動きたいかだ。動けないよ。え？これってさ、切っちゃったらまた。そうだよね、しつてた。そううまくはいかんわな。じゃあ、え、けど開きっぱじゃん、いいじゃんね。じゃあとりあえずこことかを開けてかなきゃいかんってこと。ああ、そうっすか。どうしよう、ここつないでここか、ここつなぎたいわけだ。で、何が足りない？2個足りない。じゃあこれとこれが必要なんだな。うん、上からでしょ。あ、これいけねえのかな。いけなさそうだよな。うん、無理だ。どうするか。
ちょっと待って。つなぐのは後ででもいいんだ。だからまずこれで、いけりゃいいんだろ？こっから？これどうしたい？さーてと、わからなくなってきましたよ。ここにつなげる。ん？あ、ここつながるわな。で、ここに行く。で、ここに回収して。回収してからだよ。回収してからどうやって戻ればいいんだ。なんて難しい。理想は回収してここに戻ってこれたら嬉しいの？ちょっと自分で何言ってるか分かりません。あ、ちょっと待って、これはこれ使ったらさ、いけんじゃね？この中に湧いて鍵持って、だからどっちかでいいんだ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。整理する。使いにくそうなものは使わなくていいってことだから、これまず使いにくい。右側しか入り口がないから、これ置いとく。そうですよ。めこしいですね。まず回収の旅をしなきゃいけない。まずこれとこれはセット。うん。で、回収して、どちらかの扉しか開けることができません。で、この部屋に行くためには、右側からの通路が必要だから、ここをつなぐためにも、これは必要なんだよな。こうしよう。やっぱりここはこうだ。流れができた方がありがたい。で、こっちから戻るにはどうすればいい？これか？で、これはここ。さあ、行ってみよう。どう出るかな？鍵回収。ここでいいんだよな。鍵回収してこっちの部屋行きます。おっちょちょちょ、待って待って、ここつなげとく。下に降りて回収して左へ行く。そしたらここもあるからつなげる。で、こっからは配電のターン。開いた。さあ、リセット。これ外したらみんなリセットでしょ。さあ、選択肢が増えてより混乱する流れになってきましたよ。あ、ここだ。要はここをつけたいと。ちゅうことは、ここと、これじゃなくて、これと、こうだ。こうしたいわけだから、3つ今度は必要になりました。回収がね。で、1個、2個、3個。3箇所の、ものを回収して行きたいです。さあ、どうしようか。スタートはここ。だ、スタートはここで間違いないと思うんだよね。右と左どっちに出るかだよな。
左に出よう。左に出て、ここがね、右2箇所が入り口だから、ここはネックなんだよ。ここで、左から出て、上がって、もう一個回収して、こっちに出たい。こっちに出たら、ここで、左から右に入ってきて、こっから下に降りたい。移動させて降りることはできる。これでいいんじゃない？終わった。さあ、じゃあ、やってみよう。よいしょ。鍵で開ける。このパズルは意外と俺いけるかもしらん。ここつないどいて、回収して、ここもつないどいて、降りて、ここでつなぐ。以上。どこだっけ？ここだ。で、ここつないで、ここもつないで、開く。いいね。で、最終的には、そこまでちゃんとやる必要ないから、外して、棒人間は戻ってくる。ここに入って、終わり。ゲット。いけた。さあ、戻ろう。うん。わかりやすかったね。とりあえず電気つないで、電気の通り道を作ってから、はめ込んでいけばいいから。まあまあ、順序さえわかれば、って感じやったね。だって、これはどうすりゃいいんだ？とりあえずここで鍵使う。これが、電気でしょ。アンテナだね、やっぱね、あれね。よいしょ。よいしょ。引っ張って。よいしょ。ほっ。あっ。よいしょ。ああ、いいね。開いた。ふぅ。どこに連れてかれんのかな、今度は。可動式ね。ほい。ここも可動式か。ああ、潰される未来。あれ？違うのか。右へ行ってから。右は電車だ。772。出発進行。うん、次はどこに行くんだろう。おや？ずいぶん倉庫。駅かな？駅に着いたのか？うん。よし、じゃあ時間がちょうどいいのでこの辺りで終わりたいと思います。うん、ペデストリアン、今回は非常に桜井の好きなパズルでした。わかりやすいかな。うん。桜井が理解しやすいパズルだったんで、ちょっとサクッと進めたのではないかと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。